刻遅刻。俺の名前は忠邦。ごく普通の町でごく普通の高校に通い、ごく普通の日常を送っている。おい忠邦。ああ、ヨシタケって何食ってんだよ。昨夜の残りのカレー。ダメだな、遅刻しそうな時はパンを加えるのが定番だろ。どこに突っ込めばいいんだよ。え、何が。いや、だいたいお前らはな。なんだなあ、おい、妹のスカートを拝借できんか。何言ってる、無理に決まってるだろうが。あったぜ、お前ぶっ壊されるぞ。さらにもう一つ連戦しやがった。それ妹のパンツじゃねえか。安心しろ、代わりに俺のパンツを置いてきた。お前ほんとバカだな。カップルだらけだ。恥ずかしい、なんでこんな目に。そのせめて振りだけでも。バカかお前は。じゃ俺はあっちで。俺はこっちで。ちょっと待って、マジ吐くの。そうだ、名護さんはどうなの。俺が思うに、名護さんはもっと自分磨いた方がいいな。安則くん、そこの突面鏡貸して。俺なんでそんなもんうちにあんだよ。何言ってんだ、マジでイケてるって。自信持てよ。どうかな。それだ。いいぞ忠邦、心なしか体格も変わってきた。お前男性ホルモンはどうなってんだ。次のステップ行くぞ。大変だ、俺のメガネがどっか行っちまった。しょうがねえな。いつからなくなった。トイレでさっき顔を洗ったから、その時かも。途中で落としたんじゃねえか。ないな。トイレにはねえよ。私たち付き合うことになりました。なんであんたも驚いて。落ちてないな。落ちてるわけないだろ、頭に乗っかってんだから。なぜ誰も指摘し、あ、なるほど、そういうネタか。分かっててあえて乗っているのか。あ、お前頭にあるじゃん。え、あ、ヒデノリは間抜けだな。この間定食屋で飯食ってたんだけど、どこの学校だか知らないけど、すんげえ可愛い子見かけたんだよね。魚系の定食食ってたのかな。しばらくして彼女は席を立ったんだが、なぜか箸が3本あったんだよな。怖い話をするな。頼む、やめてくれ。お前らまた私の下着盗んだだろ。いや、まっすぐ死なないと殺す。ぶっ殺されたくなかったら早く死ね。落ち着いてください。何回死ねばいいんですか。いや、遊びで借りる時もあるんですけど、マジ僕らじゃないって。風で飛んだだけだって。はあ、自意識過剰。俺は乳首に毛が生えているのが悩みだ。毛抜きで一本一本抜いても拉致があかん。そんな時、親父が風呂場で忘れたヒゲ剃りを見つけた。こうなった。ああ、いい
痛い。てめえ、それは怖い話じゃなくて痛い話だろうか。プロ、伝説の剣を抜く者がついに現れたか。そなたこそ勇者。行くぞ魔王。やつの弱点は心臓だ。数人で釘彦の家に泊まりに行ったんだ。それで調子こいてしこたま飲んじまったんだよ。釘彦が青い顔しちゃって、それで風呂場まで連れてって解放したんだけど、釘彦の吐砂物の中に、それがさ、なんとムカデだったんだよ。あれ人間恐れないから寝てる時とかに入っちゃうんだろうな。ちょっとトイレ行ってくるわ。よし、俺たちも行くぞ。おっす、忠国と一緒じゃないのか。ん、寄り道でもしてんじゃねえな。どうした秀典。忠国がどうした。忠国が女子嫌がれ。何、マジかよ。マジだ。なんなんだあれ。本当に人間か、あいつ。ハブはどこにあんの。いや、よくわかんないっすけど、多分あれなのかな。なんで天井にあんのよ。あ、脚立ありますよ。今朝歯磨いてる時にさ、ふと鏡を見たら、なんか眉毛にゴミがついてたんだ。俺は普通にそれを取ろうとした。ってどうやら3センチくらいまで伸びた白い眉毛だったみたい。怖い話するな。いや怖くねえだろ。うまい。前回最高に恐ろしい話したからって調子こいとんじゃだぞ。次は俺が勝つ。助け。そういえば怖い話でもないけど、唐沢のことで思い出した。あいついつも帽子かぶってるだろ。あいつが帽子を取ったとこ偶然見ちゃったんだよ。何があんのよ。それは言えん。そんな、あいつ来る前に待ち伏せして取っちまおうぜ。妹、話聞いてたね。俺たちも行くぞ。おお、呼び出しといてなんだこの集中。待て、うるさい。おーし、それあれは盾のクラスメートだから違うから。何が。ごく普通の街で、ごく普通の学校に通い、ごく普通の日常を送っている。おい忠国。おい吉武。って何食ってんだよ。夕べの残りのチーズフォンデュ。ダメだな。遅刻しそうな時はパンを加えると決まってるだろう。どこに突っ込んでか分かんねえよ。何、どうした。いや、なんでもない。なんだよ、言えよ。彼女らは面食いなんだよ。来るな、別に大丈夫だ、これくらい。無理するなって。
その状況一人だと恥ずかしいだろう。